これよりプラスとマイナスの授業を始めたいと思います。よろしくお願いします。皆さんはこの図を見たことがありますか？そうですね、天気予報なのでよく見ることができる図だと思います。今ここには各地域の最高気温と最低気温が示されています。それでは各地の気温についてどんなことが言えるのか考えてみてください。そうですね、例えば各地域によって気温にばらつきがあること、日本の北側の方が南側の方に比べて少し寒いということもわかると思います。それでは今日は2つの都市について注目してもらいたいと思います。東京の最低気温、そして旭川の最低気温についてです。課題を発表します。東京の最低気温と旭川の最低気温は何が同じで何が違うのだろうかということについて考えていきたいと思います。2つの都市の最低気温を教科書10ページの温度計の図に示してみてください。その後、同じところもしくは違うところについてそれぞれ書いてみましょう。それでは動画を一旦止めてください。はい、では東京と旭川の最低気温について温度計に示してみたいと思います。まず東京の最低気温です。続いて旭川の最低気温を示します。この図のようになったと思います。それでは同じところについて考えてみましょう。例えば目盛りがどちらも6度を示しているということがわかります。他にも0度からの距離がそれぞれ6だということもわかると思います。続いて違うところについても考えてみましょう。例えば東京は0度よりも高いところにあります。旭川は0度よりも低いところにあるということが分かりました。以上のことをまとめるとこのようになります。0度より6度低い温度をマイナス6度と表します。そして読み方もマイナス6度です。0度より6度高い温度のことをプラス6度と表します。読み方はプラス6度です。今日取り上げたみたいに温度以外にも日常生活の中でプラスとマイナスを使って表すものがあります。例えば高さです。ある地点の高さを表す方法を考えてみましょう。海面の高さを基準の0メートルとして考えてみます。海面より874メートル高い場所の高さ、一体どのように表すことができるでしょうか？そうですね、プラス874メートルと表すことができます。続いて海面より170メートル低い場所の高さはどのように表すことができるでしょうか？そうですね、マイナス170メートルと表すことができました。それでは最後に練習問題をやってみたいと思います。海面より56メートル低い場所の高さを
プラスとマイナスを使うとどのように表すことができるでしょうか。答えはマイナス56メートルというふうに表すことができます。今日学習したプラスとマイナスについて復習をしたいという場合は次のようなコンテンツを使ってください。まず E ライブラリーにログインをしてください。その後しっかり学習というところをクリックしてください。次のような画面が出ると思います。ドリルで学習しようというところを選択して数学の正の数、負の数、量の基準を表す数のプリントをぜひやってみてください。以上でプラスとマイナスの授業を終わります。ありがとうございました。